オリスト30分間トーク。さあ始まりましたオリスト YouTube ラジオ。今日のお相手はギターキーボードボーカル担当の中島とボーカル担当の片尾亮太、梅野です。よろしくお願いします。梅ちゃんテンション高め。何かあった？最初だけ。最初だけって何？その意気込みは別にいらんけど、あと通常。いや、あと通常ってね、あと通常って言葉がもうね低めやったけど、そうですね。9月入りましたね。入りましたね。あっという間にね。いやそうですね、あっという間に。でも9月に入ってやっとできる発表もね、あ、そうですね。あるんですかね。はい。まあもうすでに YouTube 見ていただいている方は、はい、そうですね。さすがに YouTube ラジオしか聞いてませんよって方はいらっしゃらないと思うんですけど。そんなコアな人いないでしょ。まあもしかしたらおらっしゃるかもしれんけどね。おらっしゃるかもね。まあでも具体的な発表をね、30分ありますから時間が、発表させていただきたいなと思います。はい。今日も一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。オリスト。愛の歌は綺麗な星のように。あなたに輝いてますか？そのかけらをあなたの心に落とすから、笑顔が僕を笑顔に、それは愛の魔法かなんか。雨が降っても君がいれば嫌なこと一つもない。僕が描いたものというより、誰かが僕にくれたパズル一つ一つを重ね合わせ届けたい、そう思って。愛の歌は綺麗な星のように、あなたに輝いてますか？そのかけらをあなたの心に落とすから。最近小喧嘩ことあったばーい。さあ最近小喧嘩ことあった場合ですけれども、世間的にまずは何があったかなというところなんですけどね。そうですね、そうですね。何やりました最近？いや僕が思ったのが、相乗りはいはいはいまたあるみたいな。ああもう僕たちの青春時代ですよ。見よった？リアルタイム。あ、見よった見よった見よった。そうなん。サンちゃんっていう人がおって、その人がめちゃくちゃ大好きで、男性なんですけど、極度の人見知りで、もうなんか女性と話すのも男性と話すのもなんかもう唾を飲み込むっていう、もうそれを毎回なんかありがとう、ごくん、ごめんねごくんっていう、もう緊張する人が本当もうなんか愛おしいなと思って、その相乗りがなんと始まるんですかね。え、そんな人見知りってワードありましたけど、この3人だとね、なんかどっちかっていうと僕があんまり人と喋らないっていう印象を持たれがちなんですけど、暗い点ね。暗い、まあ黒いね。暗いより暗くて黒い、暗くて黒い話ですけど、黒じゃない量とかね、あんま楽屋とかでねあんま人と話さないみたいな。言わんで、それ言わんでほしいな。宮川なのかネクラなのかどっちなの？元気いっぱい加藤亮で売っとるけど。でなんかこう楽屋から出て行ったらさ、一人になるけどすることないやん。まあすることないけんってこともないけど、共演者の方とそしたらお話するやん。そしたらなんか、わ、亮俺おらん時なんか仲良くなっとるしみたいな顔でこっちを見てくる。違う。俺なんかお前のこと大好きみたいな。なんかこうみんないる時仲良くなっとけばね、みんなでワイワイやろうけど、入りたいけどね、ちょっと様子を見るんですよね、どんな人なのかわからんっていうので人見知りしちゃうんですけど、それがね中島さんが勝手に喋ってると僕も仲間に入りづらい。そうですね、余計入りづらいんで、あれやめていただけませんか？業界の方ぜひ加藤亮君に話しかけてください。よろしくお願いします。ウェルカムです。保護者です。まあ相乗りの話戻りますけど、相乗りっていうとね、やっぱこう歌とかもつきものだと思います。昔だったらこうアイウィッシュ、ね、ゆずの扉とか、あ、ゆずもあった。さあ走り出した。ああ、違うあったね。あったっけ？違う。あ、でもゆずあった。違う。これは違う。いろんなこう歌がやっぱこうね、印象に残るじゃないですか。今回なんか歌って何でしたっけ？ヒゲ男爵ですよ。ヒゲ男爵っていうとヒゲ男爵じゃない。間違えた間違えた。それはフランスで。ルネサーンスのそう間違えた間違えたオフィシャルヒゲダンディズムの皆さんですよね。そうなんですよね。僕たちのためですよ。ね、あまあ全員がじゃないけどね、ボーカルの方のためっていうことですけど、ちょっとどんな曲か歌ってもらっていいですか？焦った思い出もヴィンテージなんて言って振り返る。なんであえて外したかわからんけどいやこの曲のサビを歌ったのをですね、オリストのオフィシャルツイッターにオフィシャルツイッターですね、今さっきフォロワー何人ですか？30人ぐらいですか？オフィシャルって言えない方がいい。いや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 、あ、そう、オフィシャルのオフィシャルをかけたってことね。いや、かけてないけどそんなコードツイッターに上げてくれましたんで、ぜひ聴いていただきたいな、見ていただきたいなと思っております。概要欄にツイッターのアドレスありましたっけ？あ、じゃあそれであるのかな、わかんないけども、いやなかったような気がしますので、ぜひぜひ貼ってますので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。最近なんかありましたか？先週話したんですけど iPhone がボロボロになって壊れたって話なんですけど、先週ですね、日曜日に Apple に行ったらですね、なんとリコール品だったみたいで新品で帰ってきました。よかったね。よかったです。じゃあ量が悪かったんじゃないんだ。そう、Appleが悪かった。いやいや、サービスが悪かったとは言わなくていいですけど、まあまあなかなかね、いくらいい機械とは言ってもそういったものも中にあるでしょうから。そうみたいですね。原因がわからないみたいで、今お聞きの方でね、いや私のも調子悪いっちゃんって方もしかしたら調べたらぜひぜひということもあるかもしれないですね。梅ちゃんなんかありましたか？めっちゃ低いやんテンション。梅野ですわ。梅野ですわ。最初だけね。最初だけね。ちょっとこの前めっちゃショックなことがあって、ジーパン持ってます？まあまあまあ1、2着はあるよ。中島さんジーパン持ってる？持ってるよ。服持ってる？持ってる。服持ってるって何？僕なんかバスタオル巻いて生活しよる人じゃないけど。あ、そう。よかったよかった。服は持ってる。安心した。なんなら今スーツみたいな格好してるけど。よかったよかったよ。いやいや、なんか自分6本ぐらい持ってるんですよ。結構ジーパン好きで。はいはいはい。ベストジーニスト賞もね取っとったもんね。どこでですか？え、インオーダーマン。いいオーダーみんなジーパン持ってないから、作業服しか持ってないからみたいなディスってるクソプライベート。いや仮に聞いた人はどこやねんってなる。いやいや、まあまあまあ、6本ぐらい持ってて、でまあちょっと出かけようと思ってジーパンはこうと思ったらカビ生えてたんですよ。虫とかじゃなくてカビ？いや虫じゃなくてカビ生えてて、なんかチーズかなんか作ろうかちょっと。いやそんなジーパンでそんな趣味ない。発酵させた？そんな偏った趣味はないんですけど。新しいね。で6本あるんですよ。でまあ1本カビ生えてたから、じゃあ別の買おうかなと思ったらまたそれもカビ生えてて。チーズ工場作ろうとしよう。いやだからそんな趣味ない。6本中5本カビ生えてたんですよ。マジ？マジ？よかったね1本。本当にその1本はめっちゃいいやつで、かろうじてそれが。へえ。それは何？タンスの中に入れてたと？いやタンスじゃない。けど普通になんかラックちょっと骨組みだけのところに重ねて置いてたら、なんかこのジメジメした雨が結構ついてたじゃないですか。そうね、確かにね、続いたね。なんかえぐいぐらいカビついてて、うわきついねそれはね。しかも自分ジーパン育てる派なんですよ。育てる派？生で水とかやってそういうことじゃない。目が生えて。そういうことじゃないです。糊のついた硬いジーパンからどんどん履いて、色落ちとかをちゃんとやっていく。ああ、はいはい。まあまあギターと同じような感覚なんですね。そしてカビを育てたんです。そう、だからやっちゃいけないことでやってしまったんですよ。でもなんとかまあ洗って手洗いして、干して、やっとカビ落ちたんですけど。今度は気をつけようと思って。まあ本当ね。発酵が終了したって感じです。チーズじゃない、チーズの話じゃないんです。じゃないと。まあぜひですね、まあ雨も続いてましたんで、無臭だ等々購入いただいて、提供みたいになってる。はい、無臭だの提供でお送りします。全然提供されてないです。そうね。まあでも本当気をつけてもらいたいですよね。本当皆さん、そうね、やばいと思いますね。やっぱその履けなくなる残念さもあるけど、例えば大切なものっていうか思い出とかね、あるでしょうからね。僕はって言いますと、この話うまいなと思って、いや誰も振ってくれんけど、振ろうかなと思ったけど、僕の話できんわと思って、自分で始めたと思って、熊本に行ってきまして、熊本2泊3日だったんですけども、なんか大雨でして、確かに、はい、めちゃくちゃ降っとったよご飯食べ行こうっていう気にもならず、ああそうなの、初日吉野家、2日目セブンイレブンで楽しみました。もう地元で楽しめる、地元で楽しめる。馬刺しとか食べるのかな、馬刺しとかでそんなお金ありませんっていうところですねということですけども、先週動画を見ていただいた方は分かるかもしれないんですけども、急なつなぎになりましたけどね、レコーディングさせていただきまして、そうですね、糸島の方でレコーディングしましたね。 CD が、はい、言っていいんですか？いいんです、いいんですか？届きました。よいしょ、ありがとうございます。大量です。そうなんですよ、実はですね、今から曲聴いてもらったら、あ、この曲これやったったいってなるかもしれないですけど、はいはい、さすがにフルではねお届けできないんですが、少しだけお届けしたいと思います。 CD1 曲目に入ってます。オリストタイムリミット。消えない針と追いかけっこ、あのね、いやまた次でいいや、過ぎていたいつのこと。あなたの恋バナ曲にします。さあ始まりましたけども、はい、今週もやっていきましょう。恋愛企画、はい、楽しみにしてましたか皆様？まあ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 楽しみにしてたやつ、プチャヘンザ皆さん手挙げてるということで見えないんですよ、はい、そのモーションもしかも全員手挙げてくれてないけど、はい、楽しみにしといてください。いや楽しみですよ本当に、はい。まあ前回ですね、ダブルデートの曲をですねつけようということで、即興でつきましたけども、ダブルデートしたよね。したよね。してないよね。したことないよ。1回ぐらいあるんじゃないですか？いやないでしょ。あるある、僕覚えてるよ。あんま言わん方がいい？いや言って。いや逆に覚えてない俺。高一。いや俺まだその時彼女おらんかったと思う。うわずる。名前出してやろう。それは相手方に悪いけど。そうですね。そうですね。覚えてないな。さあマジ？何？カラオケ行ったカラオケ。ニューヨーク行ったニューヨーク。あそう。あそう。でダブルデートしましたねって話ですね。でまだ今曲を作っておりますので、皆様来週再来週あたりですかね、楽しみにしていただけたらと思いますけども、今回ですね芸能人の方が入籍されました。最近結婚された方挙げてください。最近結婚された方、美和さんとかね。あ、確かに。荻野公介。萩野さんじゃないかな。これカットしとってね、絶対に。萩野公介さん。絶対にカットしとってね。萩野さんです。です。違います。違います。他。いやでも、違います。何これ。クイズなのこれ。違います。他。滝川クリステルさんとかね。違います。平山綾さんとか。マジで。はい。平山綾さん結婚したの。早見もこみっちさんと。ああ、そっか。マジか。ああそうああそう、あとは友人で言うと牛島くんとか誰だよ、吉浦くんとかも誰だよ、めちゃくちゃ直近の人いる。はいはい、違いますけど、新川優愛さん、ああはいはいはい、結婚されましたね。何婚って言われてましたか？結婚ですね。正解。何々婚って言われてましたけど、何々婚、結婚ではないです。あ、もうわかりますよ。当てちゃっていいですか？どうぞ。ロケバス婚です。正解でございます。これ何かと言いますと、ロケバスの運転手さんと付き合ってそのまま結婚されたっていう。いや結構ニュースになってましたよね。なりましたよね。なんかそのなんか夢あるなみたいな。いや本当にね、ありましたけども、バスの免許取り行ったもんね。はい、今回取り行ったと影響されすぎて取り行ってないけど、あ、だけなんか免許受かったって言ったの。大きいの乗れるように。そうか、そうか、違いますよね。新川優愛さん結婚されてですね、なんか物語がすごいなと思って。それを勝手に曲作っちゃおうかなと思いまして。なんでだろう。今までそのメッセージいただいたとかさ、コメントいただいたものを曲みたいな。だから新川優愛さんが作ってっていうテレパシーを勝手に感じたので、僕が勝手に作らせていただきます。妄想の中でっていう感じ。すごい歌詞をもう早速ですね、作ってるって話。今から作るんじゃなくて作ってるって読みましょうか。もうあるのね。結構長くなりますけど、じゃあ1番だけ読みましょうね。2番もあるんですね。はい。新川優愛さんの気持ちになって僕が聞いてください。はい、じゃあいきます。高層ビルが並ぶ。いくつもの車とすれ違う。いつもの席に座り、合間でスマホを握る。ブレーキ音と合図が出て席を立つ。毎日相変わらず誰にでも変わらない元気な笑顔。横顔に素敵と思う私の感情は何なのかな。これ A メロですね。で B メロ。ごめんなさい。私のスマホを忘れちゃいました。一緒に探そうとしてくれる優しいあなたと二人きり。勇気を出して声を出したのに、なんでそんなに疑った顔をするの。私のこと嫌いなのかな。これ B メロですね。サビいきます。あなたの挨拶や笑顔は日が差したように暖かくなる。周りを見てたらみんなも笑ってた。私の心は温まってもっとそばにいたいなって思った。理由がないからついた嘘大好きです。なんかちょっと恥ずかしいですね。俺ラブレター書いちゃったっていうなんかストーリーがあるのかなと思って、まだちょっと曲にするとまたね、雰囲気も出てくるのかなと思って。いやでもなんかすごくやっぱメッセージ性があったんで。嘘ついてます。めっちゃ裏返ったけど。はい。あったんで、もうメロディー浮かびましたよね。あ、マジで。あ、じゃあ長嶋さん作っていただける。私の心は何やったっけ？恋模様。ボケて滑るのが一番なの。この後同じボケしようとしてたんでちょっと恥ずかしい。ごめんなさい。どういうことですか、オリストの皆さん。でもオリストの皆さん、いやいや5分の2やし、あとの3どこにおるんや。今もまだ連絡が取れません。じゃあ1番、そんな深刻な話じゃないですけど、そんな1番も2番ももうあるったい。そうですね、2番というか、いやもうあんまり長くなるあれかなと。1番とC メロとサビみたいな感じですね。じゃあちょっと新川優愛さんのね、曲、中嶋さんが作ってくれるっていう。僕はちょっと今内緒のお話に夢中なんで。あ、なるほどですね。梅ちゃんが作ってくれると思います。本当に？はい。え？いや、じゃあ僕作りますよ。お願いします。はい。僕ちょっとフレーズだけは考えてきてますんで、コード付けだけお願いします。全部 C でいいですか？いいです。全部 C です。あ、C です。ごめんなさい。これもカットできる。これもカット。わしゃーってできる。今回ちょっと時間の関係で全部そのまま流す。交換をわしゃーダメ。わしゃーない。わしゃー入れとってください。交換を1個108円いただきます。じゃあ絶対払う。それは払う。払いたい。その価値はあるんです。あるある。いやいやいや。でもね、こうやってまあ本当はですね、メッセージもいただきながら進めていきたいところですけど、こういった世間的な恋愛話を曲にもしてみようということですね。ぜひ今お聞きの方もですね、インスタグラム、メールとか何でもいいですけども、 LINE アットでも何でもいいですけども、ぜひぜひ何かこうお題だけでも一言だけでも送っていただければ、そこから何か新しいものを生み出したいなと思ってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。恋愛の曲ですからね、ちょっとここでカバーの曲をお届けしたいと思います。昔一緒に歌ったの見つけました。清水翔太さんの「愛してる」をあ、本当お届けしたいと思います。では聴いてください。愛してる。何してる？電話越しで愛しい声が響く。ためらってる。ただ一言好きということもねえベイベー。目に見えないものだからこそ失ってしまいそうで不安だよ。君の声が途切れるとき、痛む胸がずっと叫んでる。愛してる愛してる、ちっぽけな僕だけど君を失いたくないよ。同じ空、僕らいつも幸せの秘密探してる。何度目かの喧嘩の時、君は泣いてた。でも好きと言った、いくら泣き叫んだって大人になってなれなくて、幸せになれるかだってわからない。強がってみるけれど偽りは一つもないよ。 Oh baby、 僕はただ君を愛してるだけ。僕だけの君を失いたくないよ。同じ空、僕らいつも幸せの秘密探してる。愛してる愛してる、二人の言葉が重なってる。夏の空、優しく僕ら包む。幸せは今ここにある。お送りしてきました「オリスト YouTube ラジオ」もエンディングになりましたけれども、はい、ね、もう9月入って CD も届いて、うちに大量の CD が置いてありますけども、はい、どうしましょうか。初お披露目が次のイベントになるのかな。そうですね、っていうかライブした方がいいんじゃない。お披露目披露試写会じゃないですか。お披露目を披露試写会違う、その言葉が渋滞してます。疲れるという意味の披露ですか、それは。披露を披露すると、俺が滑った、俺が悪い、俺が悪い、両方悪い。要は CD ができました、新曲披露発表会みたいなもうやったがいいんじゃないですか。はい、やりませんか。え、ダメってか、やりましょうよ。はいはい、やりましょう。どっかでやりましょう、マジで。はい、全部はいでしか言ってない。全部飲み込んではくれるやね。役所仕事みたいな感じ。腹立つ。かしこまりました。はい、よろしくお願いします。まあそれをぼちぼちなんか決めましょう。いや、というのはですね、結構この秋というか9月は1本なんですけど、10月11月ともう実はイベント依頼をいただいてまして、なのでさせてもらうとしたらどこに出ようかなっていうのを今考えながら、一応ハイトだけ答えてたっていう感じですけど、9月1本ですね。9月は9月22日、そうですね、八女公園で「あかりとちゃっぽんぽん」というイベントがありまして、これも伝統的なイベントですからね、ここでイベントとして初 CD お披露目になるのかなというところですね。で、10月に入りましたら10月18日の金曜日がサルーク祭りっていうね、お酒を飲みながら、そして流しの方がいたり、こうダンスいたりとかね、いろいろあるイベント、そこにも出させていただくと、もう4年連続ぐらいじゃないですか。そうですね、そこで CD も持っていこうかなと思っております。よろしくお願いします。で、その翌週10月27日の日曜日なんですけども、そこでは井上ハウジングという八女の会社のお祭りがありまして、そこで歌わせていただく予定となっております。続々とですね。それ以降はもう僕一人の予定しか入ってないので。あ、そうですか。今までありがとうございました。ありがとうございました。違う違う、おかしくない。なんで一人だけ入れさせてもらう。いやいや、まあその司会とかのね仕事があるから。加藤亮には司会の仕事本当。加藤亮に司会の仕事来るかちょっと僕はそこ受け付けんけんさ。マネージャー頼むよ。あ、いやいいと逆に仕事入れて。絶対ダメよ。絶対ダメよ。絶対ダメなことはないやろ。お祭り事故になりますからね。お祭り事故やる。そんなうまくはない。まあでもさっきのその CD お披露目会っていうのも本当にリアルに考えたいなというところですよね。そうですよね。今年1月にワンマンライブをさせていただいたっきり、そうですね。その何かどこかを借りてライブっていうのはしてないですね。ないね。なので亮がねお披露目ライブしてくれると思いますんで。亮がってね。俺が全部歌うやつ。そう。中島のバージョンで、そうそう、さっき入れとくけん歌。俺それ横目でこう確認しながら待っとかやんとね。そうそう。まあもう本当にそういった CD お披露目会があるとするならば、ぜひお楽しみに。はい。ちょっと具体的に決まってないです。そうですね、確かに。そうですね、決まってないです。よろしくお願いします。じゃあ恒例になりましたけど、皆さんなんか言いたいことありますか？なんで最後僕でこう締めるんですか？締めたいやん。わかるやん。僕らじゃ終われんやん。確かに。毎回なんか手応えないまんま終わるのもなんか面白かったら働き口を紹介してください。リアルやな。いやオリストがあるやん、オリストが。いや金になんない。確かにリアルやな。いや本当ですね、本当ですね。いやでもあれですよ、もう CD がでも売れたらその分利益になるからですね。そうですね、頑張りましょう。頑張って馬車馬のように売ってもらって。そうですね。僕にお小遣いください。いやもちろんです。月200円くらい。小学生より少ないじゃん。小学生のお風呂磨いた後よりも少ないと思う。じゃあ梅ちゃんのために頑張ります。頑張りましょう。皆さんも梅ちゃんの応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にそうです。悲しくない。今日のお相手は中島直樹とボーカル担当の加藤亮と梅野でした。バイバイ。こんな感じでバイバイ。それでは以上オリスト YouTube でした。それではまた。今までは単純に友人、きっとこれからもずっと But I'm gonna stay with you forever. それは You love me だったらって条件でラストチャンス、二度とはないチケット、これがラストチャンス、神様からのチケット、口では強がりのみの心臓で少しだけ強めに右手左手と掴んだハンドル、君のことは小さくじゃなくて両手いっぱいの I love you、 いつもの近道は不意、それでも今までは単純に友人、そう言い聞かせるだけ But I wanna see you 今すぐ、それは You love me だったらって条件じゃなくたってりのジョーカーフェイス、君のことが小さい